六月のあの日から梅雨だった。空はネズミ色、快晴だった。下島くんと電車に乗って新宿あたりに旅に出たのさ。人と人との花火の跡をひげもじゃのおじいさんが片付けていた。あの道の果てに何があるのか、ひげもじゃのおじいさんの家があるのか。六月のあの日、猫が死んでた。明治通りの脇に捨てられていたんだ。子供の猫が歩道の隅で乗車拒否をしてるタクシーを見ていた。下島くんの親戚だけが死んだ猫を見て涙を流し、荒川の先の埼玉県の名もなく清い川に流してやった。夏も終わり静かになった。いくついくつもの思い出だけが何にも言わずに語ることなく心のどこかに忘れ去られた。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 